竹の小場公園から遠望する八幡岳の日の出八幡岳は、筑紫山地に属する佐賀県の山である。標高763.6メートル。山域は佐賀県唐津市、伊万里市、竹市、卓市にまたがる。周辺は八幡岳県立自然公園となっており、キャンプ場が整備されている。山体の基部は古代山期の丘陵、上部はその上に噴出した玄武岩で、 断崖が多い。山頂には八幡大菩薩の祠が鎮座し、これが山名の由来となっている。北側中腹の唐津市大地町には日本の棚田百選に選定されているワラビアの棚田がある。この棚田は国の重要文化的景観にも選定されているが、これは棚田と八幡岳だけ北陸の山林を合わせた景観への評価である。また山頂には 見晴らしの良さから、佐賀県をエリアとする、FM ラジオ局の親局と、伊万里テレビ中継局の送信書が設けられているほか、消防組合、警察庁、MCA 無線システム、電力、電話、県防災行政無線などの業務無線局が多数、設置されている。北側の唐津市大地町平山城から、東の目山との峠を経由し、南西側の竹尾市、 若木町と結ぶ佐賀県道315号がは、古びら山上線が山腹を横切る。そこに接続する形で、佐賀県道323号八幡岳公園線が2、ルート整備されている。八幡岳県立自然公園は、八幡岳を中心ととする山域を、指定範囲とする佐賀県の県立自然公園。1970年指定で、面積8.60平方キロメートル。 登山やハイキングのほか、下記に運営されるキャンプでの来訪も多い。また、中腹にそそり立つ玄武岩の断崖は、ロッククライミングのスポットになっている。山頂付近は、原野で、初夏に、山ツツジが咲く。北側には、県内でも数少ない自然林が広がっている。樹種は、ケイヤキ、イロハモビジ、チドリの木など種類が多い。南側には、オオキツネのカミソリが分布し、 7月ごろ見頃となる。元は昭和30年代後半に熊本放送局が南市町対策で解禁間もない UHF テレビ中継局を置いたのが始まり。ここに昭和40年代に NHK 佐賀放送局が当時実験放送段階だった FM 放送の送信書を相乗りさせた。県域テレビ放送を前にテレビ中継局も佐賀局に移管され今に至る。 佐賀テレビは、開局に再試験西部の機関局として、近くに中継局を設け、ここに FM 佐賀が後に相乗りした、アナログテレビジョン放送。ありがとうございます。